私への思いやりだったのでしょうか。別れのテープは切れるものだとなぜ気づかなかったのでしょうか。ございます。はい、すっごい雨ですよね。ちょっと私買い物行こうかなと朝思ったんですけど、ちょっと断念するほどの雨でございまして、で今日もいろいろなジャンルの歌を弾き語りできたらいいなと思いまして、最近はもう自分のちょっと思いつきで考えるのも大変なので、リクエストはまあリクエストってここにはあるんです。ただやっぱりちょっと最近の歌はね、うちの会社の同僚からなんだか、香水っていう歌、歌とかもって言われたんですけど、どうしても最近の歌はね、みんながやるじゃないですか。だから、みんながやるから何も私はやらなくてもっていう、そういう感じになっちゃうので、私は逆にこう、隙間を縫って、ああ、こういう歌あったねっていう、そっち方面で行って、たまに、あれ最近の歌も知ってんじゃっていう、そういう方向で行こうかなと思ってます。今日はだからこのイルカさんの海岸通りはまあ、ちょっとフォーク系の方で、この前雨の物語やって喜んでくださった方もいるので、こういう、実は私あんまりこの歌知らないとか、そんなに歌った記憶はないんですけど、これをアップが無事できたら、次は、また昭和のアイドル、
だけど、ああ、あれ、ああ、この歌もその人の歌だったよねっていう、その辺の隙間をまた縫っていきたいと思いますので、はい。というわけで、これはイルカさんですけど、イルカさんが作ったやつじゃなくて、伊勢正蔵さんのやつですよね。はい。たまにはちょっと、これを見せたりして、狭い地層。はい。円矢でアルペジオするのは、円矢は、ここが細いからいいんですけど、やっぱり、ちゃんとしたっていうか、円矢もちゃんとさせるんですけど、やっぱり太いやつで、これ一応ライブハウス用なんで、それでアルペジオの練習しないと、やっぱりなまっちゃうなと思って、まあ、爪が若干伸びつつあるんですけど、だからちょっとアルペジオが、爪のせいにしちゃいけないんですけど、あんまりうまくできなかったんですけど、とりあえず、アップさせていただきます。はい、それでは、とりあえず、一旦終わります。どうも。